学務情報システム、履修登録操作方法。この動画では学務情報システムを利用した履修登録の操作方法について説明します。学務情報システムとは、皆さんが大学で学ぶ上で必要な情報を取得したり各種申請を行うためのシステムです。学務情報システムはスマートフォンで閲覧することが可能ですが、スマートフォンでは画面の見切れや折り返しがあり分かりづらいため、履修登録の際はパソコンで行うことをお勧めします。最初にログインの方法です。アカウントの欄にはログイン ID を入力します。ログイン ID は英小文字の C と学籍番号を組み合わせたものです。パスワードはアカウント通知書に記載されています。学生証と一緒に紙で配布されますので、受け取ったら確認してください。なお、この ID、パスワードは大学内にある教育用パソコンにログインするときも同じものを使用します。履修登録の前にまず行うことは学生情報の確認です。各学期の初回履修登録時には学生情報の変更がないかを確認する学生情報詳細画面が表示されます。学籍詳細、緊急連絡先、保証人情報の確認、入力を必ず行ってください。まずは学籍詳細情報の確認と入力です。先ほどの学生情報詳細画面よりカテゴリ学籍の学籍詳細情報の編集をクリックしてください。学籍詳細情報の空欄には皆さんの郵便番号、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレスを入力します。なお、メールアドレス1は大学から配布する C から始まる学籍番号のメールアドレスになるため変更できません。メールアドレス2、3には個人で使用のメールアドレスを入力してください。入力が完了したら登録をクリックしてください。続いて緊急連絡先情報と保証人情報の確認と入力です。先ほどの学生情報詳細画面よりカテゴリ、保護者、保証人などの緊急連絡先情報と保証人情報の編集をクリックしてください。緊急連絡先情報には緊急時に連絡する方の氏名、振り仮名、属柄、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスを入力します。入力内容に変更があればその都度修正するようにしてください。入力が完了したら登録をクリックしてください。保証人情報の空欄には入学手続き時に保証人の同意書を記入していただいた方の氏名、振り仮名、属柄、郵便番号、住所、電話番号を入力してください。入力が完了したら登録をクリックしてください。学籍情報の確認が済んだら履修登録を行います。履修登録を行わないと授業に出席し試験を受けても単位が認定されません。定められた登録期間以外は履修登録を行うことができませんので、期間中に正しく履修登録を行ってください。ウェブ履修登録は一般登録と
抽選登録の2種類に分かれています。それではまず一般登録の科目の登録方法について説明します。履修登録期間になるとホーム画面に通知バナーが表示されます。通知をクリックします。履修登録画面が表示されます。赤枠の履修科目を検索して追加ボタン、または各曜日次元のプラスボタンをクリックします。履修科目選択画面が表示されます。検索条件に一般講義を選択し、その他必要に応じて曜日次元などの条件を設定して検索ボタンをクリックします。検索結果の中から履修登録を行いたい科目を選択し、登録ボタンをクリックします。なお続けて登録ボタンをクリックすると、履修科目選択画面を閉じずに続けて科目を検索登録することができます。また科目名をクリックすると科目の詳細画面が表示されます。シラバスマークをクリックするとシラバスを参照できます。登録ボタンをクリックすると履修登録画面に登録した科目が表示されます。なお履修登録期間中であれば、いつでも履修登録科目の追加・修正は可能です。また履修登録期間終了後、履修が確定した科目は背景色がグレーに変わります。履修登録期間中の登録した科目の取り消しは履修登録画面から行います。履修登録画面の登録した科目をクリックして削除ボタンをクリックすると、登録した科目を削除することができます。続いて抽選登録の科目の登録方法について説明します。履修登録画面を表示し、赤枠の履修科目を検索して追加ボタン、またはプラスボタンをクリックします。履修科目選択画面が表示されます。検索条件に抽選講義を選択し、その他必要に応じて曜日次元などの条件を設定して検索ボタンをクリックします。検索結果の中から履修登録を行いたい科目を選択し、登録ボタンをクリックします。続けて登録ボタンをクリックすると、履修科目選択画面を閉じずに続けて科目を検索登録することができます。なお同一コマに2科目まで抽選科目を登録することが可能です。また1回の抽選でエントリーできるのは6コマまでです。履修登録画面に登録した科目が表示されます。履修登録期間中であれば、いつでも抽選科目の追加・修正は可能です。また抽選科目を登録している場合は、抽選志望状況の確認ボタンが表示されます。抽選志望状況の確認ボタンをクリックすると、抽選志望順位の確認画面が表示されます。同一コマに複数の抽選科目を登録している場合は、志望順位を選択し登録ボタンをクリックします。履修登録期間中であれば、いつでも志望順位の変更が可能です。なお志望順位が未設定の場合は、登録した順番で志望順が設定されています。また履修登録期間中の登録した科目の取り消しはこちらの画面から行います。削除ボタンをクリックすると登録した科目を削除することができます。抽選科目の詳細は履修登録画面の抽選科目をクリックすることでも確認可能です。
入れ替えボタンをクリックすると志望順位を入れ替えることができます。また履修登録期間中の登録した科目の取り消しはこちらの画面からも行えます。削除ボタンをクリックすると登録した科目を削除することができます。抽選履修登録期間が終了し抽選が行われると当選した科目には確定と表示され背景色が白からグレーに変わります。履修登録画面の科目をクリックすると当選と表示されます。履修登録が完了したら時間割を印刷して保管しておきましょう。履修登録画面にて個人時間割出力ボタンをクリックすると時間割の PDF ファイルを出力することが可能です。履修登録内容の印刷は履修申請を証明するものになります。必ず印刷し保管するようにしてください。授業が始まってからは課題ダウンロード、レポート提出、成績の確認、シラバスの閲覧などその他の機能も利用することになります。それらの操作方法については学務情報システムのキャンパスインフォ内にある学務情報システムマニュアルを確認してください。最後にお知らせについてです。休校、補講、講義室変更やその他授業に必要な情報は学務情報システムを通して連絡します。見落としによる不利益はすべて個人の責任となりますので必ず毎日ログインし確認する習慣をつけましょう。この動画はこれで終了です。わからなかったことがあればそのままにせずもう一度この動画やウェブサイトに目を通したり窓口に問い合わせるなどしてください。